まず最初にね取り上げたいのが東条英機ですよ。開戦時の首相ですね。そして戦争ボロ負けして最後ね退陣に追い込まれ、そして東京裁判で有罪判決が出た。東条英機に対する私のね評価は基本低いです。なぜかといったら対米戦争を始めたということ、総理になってからというよりも彼が陸軍大臣だった時、もしくは中国方面にいた時ですね、その時にやっぱり日本と国民党との対立を高めていって日華事変を拡大させたのは東条英機ですからね。その延長線上に対米英乱戦というふうに突入するので、だからもう東条英機が総理大臣になった時って多分誰がなっても対米戦争は避けられないんですね。ただ対米戦争に向けてずっと下地を作っていったその張本人が東条英機ですので、あれはもう私は対米戦争は避けられたと思ってますし、やはり石原莞爾のね米英と組んでソ連を叩くというのが日本にとっての最終戦争になるんだというね、この石原莞爾の考え方は私正しいと思ってるので、石原莞爾と東条英機の対立でもって石原が失脚し東条が残り、そして対米戦に突入していった、その結果何が起きたかって300万人死んでるわけですから、私は東条英機の政治的責任が非常に大きいと見ております。ただしですよ、終戦後の東条英機の態度は非常に潔く皇室を必死になって守ろうとした、そういう姿が垣間見れます。まあ、東条英機は軍人としては無能だったんですよね。官僚としては優秀だったかもしれない、軍人としては無能だったわけです。構想も何もかもひどすぎましたもんね。場当たり的でやはり石原莞爾のような軍人としての力はなかったです。ただまあ役人的だというのはよく言われてましたよね。軍人としては無能でした。ただね皇室を敬う気持ちは強かったと思いますよ。そしてひどい戦争になり、そして日本がボロボロになっていくんですけども、最後東条英機はとにかく天皇を守らなくてはいけないと、いうことでもう命を賭していくというね、そういう態度を取りました。この時の東条英機の態度は非常に素晴らしい態度でしたし、対米戦争に向かっていった部分は評価できないとは言いましたけども、終戦後の東条英機の態度は本当に日本人として立派な態度を示してくれました。その部分を切り取ればですね、皇室を守った男と言ってもいいかもしれませんね。東条英機についてね、日本人として最後立派だったということなんですけども、軍人として無能だったって話はねこれまで幾度かさせていただいたのであまり触れませんですけども、やっぱですね根本的には、まあ、満州事変まで良かったんです。満州国建国まで良かったんですよ。でこの後ですよね、盧溝橋事件からですね、今は日中戦争と言ってますが、私は日華事変と呼んでます。まあ日華事変、日中戦争、これがですね最初ちょっとした小競り合いからどんどん拡大していきまして、全面戦争に突入していくんですね。そして日本が中華民国国民党軍と戦うわけですけども、戦っても戦っても全然参んないわけですよ。なんでって言ったらバックに米英がついてたんですね。ですから真珠湾攻撃に至る前から日本はもう代理戦争で米と戦ってたわけですよ。しかもそれだけならまだしも、なんと胸クソの悪いことにドイツ軍も蒋介石を援助してたんですよ。だって日独伊三国同盟に向けて準備してて、日本とドイツって友好国だったのに、なんで中国大陸でドイツと戦ってんだって話ですよ。これ後で分かったんですから。本当にねドイツはひどいですよね。舐め切ってますよね。だからバックに、だって蒋介石のバックに米英ドイツがついてるんですから、それはそこそこ強いでしょうよ。物資から何から全部渡して軍事顧問官までドイツを派遣してるんですから、日本が戦ってる相手にドイツ人がいたんですからね、ドイツの指揮官がいたんですから、そんなバカなことあるかいなっつうんですよ、それを必死になって拡大させていったのが東条英機ですよ。それはするなと。中国大陸でもこれ以上ね、もう領土を広げる意味もないし、蒋介石なんかどうでもいい、ほっとけっていうのが石原莞爾だったわけです。そして東条と石原で対立をして、石原の方が先輩なんですけども、まあ石原が満州事変やって大成功したから、俺もって言って東条英機も手柄を上げようとしたわけですよ。で、満州事変は重要です。満州国建国は重要なんですけども、あとははっきり言っていらないんですよね。結局石原莞爾は日本の最後の敵はソ連であると、ソ連は必ず日本に攻め込んでくると、その時に満州を抑えておくと国土を防衛できるということだったんですね。で、上海とか北京とかなくていいんです、そんなものは。
あ、そう、だから石原幹事勝手にやっちゃって占領全部できちゃったからよくやったねって後で褒められちゃったわけですね。だから東条も勝手にやって勝手に拡大して後で褒められると思ったわけですよ。それに反対した石原がいたわけですけども、自分だけ手柄取ってね、後輩に手柄を取らせない気かって言って東条とぶつかって石原が失脚したと。そして東条はその後陸軍大臣となり、日独伊三国同盟進めていって陸軍大臣になって、最後近衛が政権を投げ出した時に内閣総理大臣という大鉢が回ってきた。そして米英友好のためのね交渉したけど全然ダメで、結局ルーズベルトに騙されるような形で日本から攻める形になってしまった。もう全然ルーズベルトのね老獪なね政治家の手の上で転がされたわけですよ東条としては。はい、本来であれば最後の敵はソ連だっていうね、本当その通りでしたね。米英と戦うことに何の意味があると。でソ連を信用して中立条約結んで、最後騙されてソ連からねいきなり攻め込まれましたよね。この路線を敷いたのは東条ですから、ここはですね日本をね敗戦の淵まで導いた非常にね悪しきリーダーシップだったと言えるでしょう。ただし東条英機は実直な、官僚型の人で、昭和天皇に対する崇敬の念も深くで、昭和天皇も、東条に対してあんまり悪く言ってないんですよね。武田恒康チャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。本家武田恒康チャンネルでは毎週木曜日夜8時、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ分かりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。